こんにちは、トランスです。今回は秋葉原のチャレンジを攻略します。チェンマイやリオマッチョーレよりも難易度が高めの表記なので警戒していましたが、大したことはありませんでした。それではスタートです。初プレイでクリアとなりました。これぐらいがいいですね。いかがでしたか？またお会いしましょう。